すいませんすいません、ちょっとね、違うね、あの電池がなくなって20%ですって出て完了して、配信しますかに対していいよ間違えておっしゃったら、なんか固まってしまってん携帯が、すいません。今のところ大丈夫です。いい顔で止まってた。すいません。てな感じで何グラムできそうなので、あー、これにて終わろうかな。今何時ですか。ちょっと時計を見ます。うん、16分。自分は見れんでも見ててほしいんでしょ。うん、すごい矛盾してる、矛盾なことを言うけど、自分が見れへん分ちゃんと見てほしいのは見てほしい。ゆうちゃんは夜中が似合う。あ、そうなん。夜中に写真撮ると映えるから、私夜中顔です。フラッシュ焚いてね。優しい優しい優しい、絶対に嬉しい。ちょっと徐々にちゃんとみんなのこと見るようにする。あ、ウィッグ購入して公園入ります。違和感でしかなさそうやけどな、笑っちゃうかもしれん。すいません、本当に最後の最後まで振り回すかもしれませんもうずっと振り回してるけど、みんなのこと。もっと素直に、私これでもこれでも素直になってる方やで、めちゃくちゃめちゃくちゃ言うときめっちゃ言うもんな。ファンクラブの配信でめっちゃ言うとき言うでね。もうショールームで言わなくなりました。ショールームで言うと変に切り取られて変に憶測とか噂が回ったりするのも嫌やし、まあそんなこと言ってないんですけど、今までやっぱさ、普通に喋ってるだけでもさ、そう思う人多いやんって思うと、ファンクラブのルームズの配信はめっちゃありがたい。本当にありがたい。何でも受け入れてくれる鉄砲玉の存在はマジででかい。めっちゃ私すごいよね。言いたいことあったらもうとことん言ってるし止まらんよな。その分では言ってること言ってるかもしれない、信頼してるからこそ。そう、変にね、喋る人もいないから、変になんか書き込みする人もいやん。なんかあんまりルームズで言ったことあんまり書く人あんまいないけど、それがありがたい。ありがとうございます。これからも言わせていただきます。まあ言うこと別にないねんけどね、基本ダラダラと喋ってるだけですもんね。久々に前髪流したけどいいね、心強いです。だからこのショールームで面白くいたいな、面白く笑顔で、やばい、笑いに貪欲やからちょっと今日の早く DM 見た
なんかありますか？半になったら終わります。なんかありますか？あと10分、あと10分で話してほしいことあれば話してください。みんなご飯連れて行くならどこに行く？どこに行く？バーベキューはしたいな。みんなでバイバイしたい。かなー。めっちゃ固めてたから。最近夏らしいことした？いや全くしてない、してない。公園のダンスで心がけてることありますか？心がけてることか。決める瞬間をがっつりちゃんと決めるとか。なんかやっぱりまあ今わかりやすく言えば、曲の一番最後の大サビっていう、なんか結構ウィーンって上がる瞬間があんねんけど、そこで力を入れて、サビ1、そのサビ前まで、大サビ前まで通常運転でやってるけど、大サビになるともっとさらにパフォーマンスをすることを心がけてるかな。やっぱ見る人全然違うよ。そこでグッて入るし、おーってなるし、ずっと一定にね同じことやっててもね、あんまり刺さらない、やと思うの、私個人的に。だから曲調がクイッて上がってる時に結構ガツってやったりしてる。かなぁ。ジングス終わり立ち上がれないくらいいつも全力に、マジで本当に全力にやってます。立ち上がらない時とかはマジで全力なんで、ただしんどい、しんどいよ、しんどい分全力でやってる証拠やからね。卒業したらワテラの TikTok はどうなりますか？継続したいけど大人の方が許してくれるのかなっていう。まあでも私たちはプライベートで非公式やからなーって、継続はしたいなーって希望はあります。ダメですって言われたらどうしよう。みんなが卒業するまで多分使えないです。まだその辺聞いてないから。継続できたらね。まあでも継続する前に会わないといけないからね、わてら。私が基本的にご飯に集めたりするから、卒業、私が卒業した後にみんなのスケジュールとか分からんからさ、あとそのままの流れで行くとかさ、あったから難しさは出てくるよね。使えることを祈ります。
公演終わりに気になったことをアドバイスしますか。はい、反省会、 NAB にも反省会っていうものもあって、そこでちゃんとみんなに伝えたりしてます。定期的に和田さんに説教をお願いします。なんで説教する必要があるの、和田に。卒業したらね、みんなのスケジュールがね、分からなくなるからね。やっぱ卒業した子たちもやっぱりこっちのスケジュール分からんから、気を使って連絡してこないとか全然ありますよ。あと普通に予定が合わない、離れてたら。せやね、そんなゆるいとこは待てらないとか。マジでゆるい、このままのゆるさでいきます、行かせていただきます。ありがたいことにね、今年の夏コンでお寺のあれもあるので、ありがたいです。本当に優子寺のコンビ好きだったから、卒業後もお話聞けるといいな。好きだったからって過去形になってんな。まだまだ続きますよ。確かにな、更新しなきゃいけないよね、そういうのね。大人の人もなんだかんだわてら好きだよ。ありがたいですね。NAB で今の一番の推しはいますか。推しっていう推しはいない。みんな可愛いし、みんな好きだからあれやけど、本当に一番癒されんのは、癒しで言うと宮本亜美ちゃん。ガチ可愛いからみんな。私この間ナンバーライティ公演、どれどのどの公演も楽しいけど、一番楽しかった。もう楽しすぎて、もう初めて一緒に公演出たっていうのもあるけどね、はい、ちょっともう27分ぐらいなので、ランキングの方を読ませていただきます。うー、13位マングースさん、12位シギヤン、11位ケーキさん、10位チャリオさん、すいません、9位アディウィザーさん、8位コッタン、7位ナナちゃん、6位シマコさん、5位お水ちゃん、4位黒豚、4位黒豚、3位ちなちゃん、2位クリちゃん、1位はジンさんでした。ありがとうさん。あ、そういえばルームズに今日のなんか個人のファンの方がなんか開封、なんか小島くじをあったから、今日のファンクラブにアップ、今頑張ってくれてんねんけど、アップできたら今日、まあでも明日になるかもしれないけど、明日ぜひ見てください。開封動画をみんなで撮ったので、ぜひ加入してみてください。ってことで、私ももう眠たいです。もうあと2分やけど、終わっていいですか。ナングラの動画も撮らないといけないので、今日はこの辺で終わらせていただきたいと思います。皆さんありがとうございました。夜遅くにまた私のこのゆるゆる配信に付き合ってください。おやすみなさい。ありがとう。